どこでどうぞ、うん、もうここや。こんにちは。今日も飲んでます。土壌汁と土壌の天ぷらを注文しました。先に天ぷらが出てきました。青唐辛子とカクテキとキムチがサービスです。土壌汁に入れる刻んだ唐辛子とニンニクが準備されます。土壌ってすごく栄養価が高くって、うなぎの約10倍もカルシウムがあって、さらに低カロリーで価格も安い超優秀食材なんです。このお店の土壌の天ぷらは青唐辛子の中に土壌のすりつぶしを入れて揚げたもの。だから臭みもなくてとても食べやすい。わさび醤油をつけて食べます。衣はパリパリで中はジューシー。いつも土壌汁とセットで頼みます。これがまた焼酎と合うんですよ。土壌汁も出てきました。グツグツのうちにお好みでニンニクや唐辛子を入れます。ニンニクたっぷりがおすすめです。お好みで山椒なども入れます。土壌を骨ごとすりつぶし味噌で味付けしたスープ。辛さは辛ラーメンより辛くない程度。骨ごとすりつぶしたスープは少しザラザラした感じ。ニラや大根の葉を干したものなどの野菜もたっぷり。ヘルシーで栄養も満点。美容効果も期待できるんだとか。土壌特有の臭みが消えるように工夫されたこのお店のスープは全く臭みがなく食べやすいんです。ここにご飯を入れて食べます。土壌汁とセットで食べる青唐辛子、いいお口直しになります。たまにすっごく辛いものもあるけど、今回は大丈夫でした。焼酎ともよく合う。スープに栄養があるので最後まで飲み切ります。焼酎飲みながらゆっくりと。栄養満点土壌汁の紹介でした。